お疲れ様です。マッピーです。モハセイということでね、いろいろいるんですけど、今シーズン入ってから姿を消したね、このヒュプノスでやっていきますね。ヒュプノスリーダーでやっていくにあたって、フィールノとか使えなくなっただけで、こんなにも姿が消えるものなのかと。じゃあ、無補正でどこまで勝てるのかっていうことなんですけど、まあ、対面がバフリーダーとかだったら、デバフ刺さってくれると思うけど、フィールノと抜きでどこまでやるのか。まあ、トゥールラ、ペトラとアナンがクソ強いと思うんで、まあ、この辺をしっかりいけば勝てると思うんでね、やっていきます。いやちょっとね、なんか久々に脂っこいもん食いすぎて、ちょっと今ね、胃もたれ中です。胃もたれ中なんでね。なんか最近、あれじゃね、なんか低気圧だの。あの酒飲んだだろ、もうちょっと多すぎて非常にね、あの俺にデバフがかかってる、もはやこのプレイヤーにデバフがかかってるっていう状態がね、まあ、結構多くてね、本当に申し訳ないんですけど、いや言うても大丈夫です。あのプレイヤーにデバフとかじゃなくて、俺この対面のリアンツィールにデバフをかけていきたいんで、よろしくお願いします。さあ、オセロニアの戦のよろしくお願いしますですね。あのね、そのオセロニアの戦さ、あれです、大会今日あってさ、関東の方でね、まあ、関東枠っていうのが2枠あるんですけど、優勝と準優勝の人が通過できるってことで、なんとあのマッツーとトコマユが優勝準優勝ってことで通過ですね。いやまさかの、マジでね、やべえよあいつら。なんかね、トコマユはね、4年前の大会優勝者っていうか戦のチャンピオンで、でマッツーももういろんな大会ね、実績残してて、マスターズもそうだし、ロイヤルとかもカップとかもそうだしね、もう本当にね、最強プレイヤーの一角ってところなんですけど、去年も戦に出ててね、で今年もね、しっかりファイナリストで上がってくるっていう、マジでね、どうやって上がってんねんってね、思うレベル。いやちゃんとね、もちろんそのニュースターの人たちがさ、こう上がってくるってこともね、もちろん面白いんだけど、こうなんかちゃんと今まで実績を残してたやつらがもう順当に上がっていくみたいなところもね、やっぱこう醍醐味というか、マジですごい、やばないあのマジでさっき速報見てもうビビってね、やばいなと思って、なんかやっぱ関東ってさ、レベル高いっていうイメージはもちろんあったんだけど、しっかり決めてくるんでね、マジですげえわ、本当にね、尊敬する。もうビビった。ちょっと待って、そのトゥールラちょっと嫌なんだけど、おー、俺クソ息強いな。ちょっと待ってね、いやでもこれ鳥に見えるけどな、バイス F さんからのアナンで飛ぶかって言われると怪しくね、怪しいよね。うん、左下 X 入られるのが関の山だよな。だからアナンここ残してこうかな。まあ、とりあえず取りますか。大丈夫。ちょ、アナンを限界ギリギリまで溜めてあげて、これヒール入れて。よし。F プラスが後にターン効く。いける。これはね、勝てます。はい。マジで勝てる。これ、アナン、どうしようかな。角来たときに、B さんアナンでいいかもな。これ、アナン取られたらトゥルルが繋がるってやつなんですよ。相手にグノーがなければ、大体勝てるっていう状況ね、今。痛いと思ったけど、結構火力出してくる。これやっぱちょっとこれ倍線にしますわ。アナにしようと思ったけど、倍線からの倍線でいけそうなんで、あと相手のこの倍線で死にたくないんで、敵のなるべく火力を抑えに行きます。さあどうですか。俺 S4 枚投げたよ。もうこれで負けたら俺さすがにヒュプノス引くけどね。よしこれで負けたらさすがにヒュプノス引退してた。でウンディ貼られちゃうんだけど、言うてトゥールラコンボバカ強いし、俺アナン引いてるんでね、アナンで勝ちたいですね。はい、まあ、これでね、バイセは受かると思ってる。寝耳にこのアナンなんでね。いやアナン、お前いけるよね、俺信じてるよアナン。うん、さすがにな、さすがアナンです。はい、いやアナンはねバカ強いです。もちろんチャージの溜まったバフォメットの方が強い盤面ってのももちろんあるんだけど、アナンは強い、まあ、両面この毒だし、チャージ溜めなくても後半引いてポンって出して OK だし、アナンはもちろんですよ。ただ強いんだけど、なぜかあまり使われてないっていうね。もうやっぱこの神獣っていうフォーマットのデッキが、まあ、いないってのもあるか、神獣フォーマットデッキがね、あんまこう活躍できてないっていう現状もありまして、それがあったらねいけそうなんだけどな。よし、いらっしゃいませ。さ
サーリアンティールですね。行くぞ。ちょっと脂っこいもん食べすぎてあれなんですけど、そんな脂っこいもん食べすぎた状態で YouTube の、 あのおすすめにさ、ラーメンとかケンタッキーとかの動画が上がってくるのが本当に本当にね憂鬱というかちょっと嫌なんだけど、あーこれね、一回俺さやかで足止めするやん。でペトラで、あの自分の HP をまず削ります。こうすることによりリアンから受けるダメージを、まあ、極力下げていくっていう。よいしょ。だが、まあ、この穴駒は即座にリアンツイールで回収されるだろう。しかしさっきと同じ流れになりそうだね。穴しっかり引いてるんですけど。オッケー。リアン対面は普通にきついな。やっぱその相手の火力がクソ高いし、受け切るのがねちょっとむずいっていうか、こっちも相手飛ばすの若干むずいんでね。まあ、でもさっきはトゥールラ引けたんでいけたんですけどさ、このウィブとかもめっちゃきついっていうね。ウィブもクソきついよ。これちょっと D5 いけなそうな雰囲気してきた。オッケーオッケーオッケー。いや、バイス行くのはいいっすね。バイス行くのはマジでいい。よいしょ。オッケー。で、デバフがどこまで体張ってくれるかな。このデバフで体張ってもらってね、ヒプノスには。で、アナンバイス行けてるっていうのもう悪くない。フィニッシュ力はこっち高いよ。オッケー、ウィブからの D にね。ちょ、一旦引き見てから考えますか。いらっしゃいませ。ウンディ。悩みどころ。ウンディ D5 行きますか。これ、ウンディ相手取ってこないと思うんだよ、よいしょ。一回このリーに受けてあげて、アナンバイセ引いてるとはいえ、相手の火力もまあまあのもので。で、ここで、なんと、なんと穴駒です。さあ、厳しくなってきた。しかし、この厳しくなってきた状況で俺が取れる行動は、A さんがなんか、マイティだとしたらちょっとやだけど、マイティだとしたらだけど、まあ A さんいきますか。はい、マイティじゃない。オッケー、さやか通る。よいしょよいしょ。さあこれ毒で一回火力与えますと。でヒプノスの専毒があって、でアナンのコンボが150上昇で、同じか、あ1200スタートか。あーお前そこでホーリーやんな、さすがに OP。おい、お前そこでホーリーなかったらワンチャンあったくね。やっべえ、まあ、これちょっと飛ばなそうなんで、もう F3 倍数いくしかないですね。おお、これホーリーがなかったらワンチャンあったから、ちょっと一回考えますか。あったんか、今。3400ぐらい出せるとして、4400でしょ。いや、言うてシャバいな。怪しいかも。まあ、これは強すぎる。トゥールラビブからの、まあ、バファメとも言われてると。どうも。まあ、相手が、俺が相手にさっきしたことを相手が俺にしてきたって感じですね。しゃあない。まあ、これは引きなさよ。しょうがない。まあ、罠駒に対してでもリアンティールじゃないわ。なんだ。あいつ活躍できたんで、あ、なんか。でも今のもしかしてあれかな。チャージの溜まったフルバファメットだったら、勝ってたりしてたんかな。わかんないけど。まあ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 。ドンマイっすよ。さあ、年始に向けて石を貯めます。おー、いいですね。こうやって、なんか自己紹介の中でもさ、ちゃんとそうやってその目標をこう立てることによってね、自己紹介に目標を立てかかるには最後まで貫き通すっていうその意思を通してるのかもしれないんですけど、俺の自己紹介がなんだよもうっていうね何の意思を俺は貫き通す覚悟なのか自分でもわからなくなってきた。どういう感情なんだろうこれについて。で対面アレスな、しんどいな。罠駒取っていくと、まあ、紙デッキなんでこっちが。初手ポリとか、ミサトとか切ってる可能性は十分ある。1000以上アタック超えることってのが少ないんでね。けど、言うてじゃない？言うてなんか、踏みとかの匂いもするけど、取ります。よいしょ。まあ、踏みだよな。で、お前は発動するっていうね。マジで都合悪い。いや、マジで具合悪いよ。このニューブの発動は具合悪いけど、まあ、ビーチから。行けばよかったかなーってなるんだけど、てかアレスタイムきつくね。しかもデバストラってその火力ってそれ S 穴やん。それ S 穴でんがな。まあでもね、正直タジログ暇ないです。駆け抜けないといけない。え、あれ S、 あれあれ S じゃん、あ S じゃん、あれ待って、なんか間違えた。あー、そっか、間違えた。 S 穴だったらもうちょい火力出んのか。普通に間違えました。
A マナです。いいけどこれ S 引かれてないってなると、ちょっと雷撃罠もお前は返す、雷撃も返すなかお前は。もう一回これで相手がマタンっていうのが情報取れたんで、ゲリリーシャ、はい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 、アナン欲しいな。毒罠打たれなかったらアナンめっちゃ取りんだけど、これが S 罠だ。これ S 罠来ちゃったな。まあ、コンボボルトマギアか、回収されそうだな。いやでもサヤカ打っとこう、回収させるっていう動きができたらばそれはそれで OK。 あーあれ待って、メールベア勘弁して、強すぎる、ちょメールベア勘弁して、ちょっとメールベアは強すぎかな。いやでもイグナス行けてんの熱いし、倍差もあるんで、ちょっとこっからうまいこと言ってほしいですね。よし、アレス使ってくると。いやしかしこれ俺にはサヤカがあるんでね、サヤカがあるんで、サペトラ引いてくで、これはリペアされるんだけど、リペアされるイコール勝ちの状況作れるか。これ3500食らう、4500食らって、いやどうなんだこれ。いやシャバそうだけど、やってみるか。いや待って、これきつくね、やっぱきつい、メルベがどうしてもきつくない、これ大丈夫、なんかメルベめっちゃきつい気がするんだけど、待ってメルベがめちゃくちゃきつい気がする、これやばい、ダメか、これダメか、ダメだな、メルベがめっちゃきついわ、終わった、これリペアされて終わりです。いやーでもこれ F4 取った方が良かったんかな、 F4 取った方が良かったかな、これ負けです。普通に全然集中できてない、これメルベ帰って終わりか。あでも3000、あ待って、3500か、3500だったら受からん、これそれ待って、これ読み合いじゃん、ちょっと待って、あ受かるね、受かるけど、これベリットだったら負けか、ボルメラーだったら、ま、ボルメラーかメリットかどっちか分かんないけど、相手最初にリリティ切ってるんで、踏み穴の可能性あるんで、踏み穴じゃない可能性の方が高いんで、よしこれで勝ちか、危な、あ危ない、受かったわ、受かりました。そっか、お前のコンボ3000か、危ない危ない危ない、負けかけた、危ない危ない、これ先に火力出されてたらめっちゃきつかったけど、まあでもさやかがそれを阻害してくれたっぽい。よし、いや危なかった、普通に危なかった、死にかけです。まあでも勝てたんで、しかしリアンティールとアレスばっかりっていう感じなんで、ちょっとそろそろバフリーターきません、無補正だからね、きついのは分かってるけど、でもさ、フェイルノートっていうか、そのヒュプノスの前世紀は無補正でもいたじゃないですか、いっぱいいっぱいいた気がするんですよ、だからね来てほしいな。あお前、お前ヒュプノスやんけ、お前ヒュプノスやんけ、ヒュプノスやんけ、オッケー、やったるか、ただトゥールラ引けてて、ヒュプノスで俺の方が HP 高いのか、魔の S5 万ネズミの可能性もなくはない。いた。いらっしゃいませ。なんか行け。うわ、まあ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 。普通。弱くはない。でも強くもない。いやでも、バイセとか引くよりは全然マシなんで、ナイスです。はい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 、はい。てか今日俺カラオケ行ったんだよな。カラオケ行ったからちょっと喉枯れてるかもしれん。待って、間違えた。なんか今めっちゃスワイプしちゃった、間違えた。いやそれでさ、カラオケ行ってきて、あれ歌いました、推しの子の劇中歌のアイドルじゃなくてサインは B っていう曲があるんですけど、それ熱唱してきた、めっちゃ気持ちよかった。で俺サインは B なんだけどさ、本来はね、そこをさちょっと替え歌風にしようと思って、サインは P って言って、めっちゃ盛り上がった、楽しかった。てか上野、てか思い出した、俺今日上野動物園行ってきたんですよね、マジでおもろかった。みんな行ってくんない、上野動物園。俺動物園好きでさ、てか動物好きなんよ、なんだけど上野動物園行きたいなとか思いながら全然行けなくて、でついに今日ちょっと行く機会があったんでね、これちょっと上野動物園行きたいなと思って友達と一緒に行ってきたんですけど、めっちゃ楽しかった。パンダのコーナーがめっちゃ混んでた。もうデラ混んでた。デラ混んでて、
でこれちょっとパンダはまた今度にしようぜっつってさ、パンダはすっ飛ばしたんですけど、それ以外のなんかゴリラとかトラとか、あとね鳥が良かった。あのね猛禽類のコーナーがあってさ、猛禽類マジかっこよかった。だるまわしっていうねわしがいるんだけども、まあ、イケメンだったね。ガチでイケメンだった。ちょみんなもね見てほしい、みんなにも見てほしい。上野動物園行ってさ、でさびっくりしたのがさ、まあそのやっぱ日曜日に行ったってのもあってそれなりに混んでたとこあったんだけど、やっぱファミリー層の人が多いと思いきや海外の観光客の人もいて、でそれでいて入場料とか入園料なんとなんと破格ですよ。これもうマジ破格、破格のなんとですね、破格のですね、ちょこれ1回ぐらいですか投げますね、破格の600円です。もうビビりました、マジで。安すぎてね、ちょ逮捕した方がいいと思ったね、マジで。こんなに安いのと思って、ほんで600円で払って、まあ、あのゴリラも見れてマジで満足。もうマジでゴリラずっと見たかったんで、憧れのゴリラ見ました。で相手はなんだこれ、3600と5500、うん、これ何、いや待って、でもこれ飛ばなくない、3600でしょ。さあこれ受けて、あぶあ止まらなくない、でも割と激励、あぶれ、ちょっと待って、おい俺55歳、相手61歳何それ、危な、お前マジイカレポンチだよそれ。はあ、サブウズイです、まさかの。なるほどね、まあ紙デッキで勝つんであればそういったのも入ってると。なるほどな、まあでもしっかり勝てたんでね。でこれなんで勝てたかっていうと、ヒョプの出番があったからみたいなとこあるから。ナイスです、やぶねえ、普通に死にかけだったんだけど、よかった。 HP55 残るってことは、あの HP のプラスフェアリーをねしっかり振った賜物だと思いますんでね、マジで大事ですよプラスフェアリー。いやなんか耐えるくねみたいなこと言ったけど割とギリギリだったな、マジで。これはい、辻ちゃん、相手は辻ちゃんです。一旦初手ビルグレで、前もなんかの動画で話したかもしれないけど、俺あの辻チャンネルめっちゃ好きなんだよね。あんな家族憧れるなと思って、マジでみんな仲いいやん、それ好きなんですよ家族の動画見るの。でそう上野動物園行ってからのカラオケでしたね。マジカラオケめっちゃ楽しかったけど喉潰れた、久々に行ったな。で、まあ、そんな辻チャンネル対面はですね、あの夜明けってことで、まあ、夜明けしんどいな。これはね雑にペトラ出さずに大事に使いたい。まあでもヒュプロス今んとこ意外と勝ててるよ、ギリギリとはいえ。でも実際あのファッキン夜明けにきついとこあるよな。ヒュプの火力だけじゃさ、ゲイボルグ貼られちゃうと火力足らんし風も打たれるしみたいな。うん、まあ、ヒュプ出してよいしょ、いいっすよ。ちょマジで上野動物園行ってほしいな、みんなに行ってほしい。とても素晴らしかった。600円であの満足度。なんかね、まあ言うて1時間ぐらいやったら全部回れるかなと思ってたんですけど、普通に2時間ぐらい経ってた。入ってくる。どうしようこれ。うわー、ちょっとこのアルメンダリスはクソ強いんじゃない？風打ってきそうだからアルト打つのもありだったけど。これ火力足りるか。おい、アベルでまさかの A に火力出してくるっていうね。しかし、いやこれペトラ出しづらいな、トゥーレラ欲しいな。はい、あー音声認識トゥーレラ。さあここに来て音声認識トゥーレラは結構熱くて、よいしょよいしょ。 OK、 ペトラあるよ、ペトラあって、で相手目線は B4 とか打って取らせてアベルで燃やしたいみたいな感じか。そうね。いや、ここでヒールの手段があるのはマジででかいんだけど、相手のキャラゴマが少ないんで、トゥールラの火力がそこまで見込めない。ジュリック、OK、色揃えてくる。え、けど、ここで色を揃える動きってことは、似て飛ばしはちょっと相手目線難しいって感じなのかな。ちょ、引き見てから。はい。アナン！これアナンからじゃね？ペトラから打つとワンチャンちょっと怖いんで、大丈夫か。さあ、なん言ったけで、ヒール入れて、ドグ入れて、よし。ゲーやられるもんならやってみろ。デバフも効いてる。
これ買ったっぽいな。さすがに。いや違う、待って待って、本当一日遊んだからって疲れが出てるのか知らないけど、めっちゃでけえあくび出たけど気にしないでください。この引きで負けるわけにいかんのよ。この引きで負けるわけにいかない。本日行ってこーい。それカタストロフィーパルス、カタストロフィーナイス。よーし、まあさすがに負けるわけにいかないんですよ、そんな簡単にはね。はい、喉枯れてんな。その、いや歌った曲もちょっと激しめの曲多かったんでね、アドとか歌ってた。久々に喉の筋肉使ったんでね、マジで喉終わってるんですけど、良ければこんな状態でもちょっと応援をのほどよろしくお願いします。まあ、よくね、あの喉の調子悪かったらあんまり動画撮らなくてもいいんじゃないみたいなあるかもしれないですけど、俺ちょっと最近モチベ高いんで。うん、そう、よいしょ。あとね、そう、上野で遊んだんだよね今日。あの食べ歩きみたいなのもしてきて、タピオカしばいた、久々に。めっちゃ久々にタピオカしばいた。まだまだ俺も若いってことでね、言うて27なんだよ。でも、ね、俺最近びっくりしたんだけど、俺今27なんだけど、27歳ってさ、もうなんかテレビとかに出てくる人とかアニメとか漫画のキャラより年上である場合が結構多くて、俺マジでビビったんだけどさ、ナルトのカカシ先生とより俺年上らしい。26、7歳ぐらいみたいな設定なの、あカカシ先生って。俺カカシ先生より年上なんだぜ。ちょっとやばいよな。ちょこれ、あ、はい、どうなん、ナリチどうなんだろう。まあ、やってみるか。カカシ先生より年上はさすがにちょっと答えたよね。うん、さすがにね。だん、いや、なんか笑えなくなってきた。あ、ちょっと待てー。はい、まあ、一旦そのフェルノートスピード違反ですね。けどそのフェルノートっていうぶっ壊れ駒、俺も昔は使えたと思うとね、キューポネスも昔も使えたと思うと、ちょっと心がゆいところでもあるけども、まあ、入り入りのシールドもあるんで、まあ、一応ある程度はね、ダメージちょっと受ける覚悟というか、その覚悟から蹴って、あー、ナイス、イリエリシールドだけど、ちょっとそのキリュエルはマジで暴走気味。それ暴走気味です。さあ、あると打たれる。いや、しかしコンボスキルが相手はちょっと通りにくいって感じなんで、その点は助かるね。はい、まあ、一旦バイセ打っといてよいしょ。いや、これバイセでよかったかな。若干やし、ワンチャンアナウンスもあった。こんなところにアナウンスのね、ちょっと早い感じもするけど、ワンチャンあったですね。ワンチャンあったです。はい、これワンチャンあったです。ワンチャンあったんですよ。まあ、こういう場面だとチャージの溜まったバフォメントの方が絶対強いんですけど、いや、渋い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 です。やめてください。よいしょ。まあ、B 中打たれて D に打ってって感じになると思うんですけど、ちょ、アナンいつ打てばいいんだ。ちょ、火力がね、あんまなんかその出しにくいんですよ。アナンってやっぱ駒が多いほど出すもんなんで、なるべくチャージしたいっていうか、あんまりこう使いたくないみたいなところなんですけど、でも使わないとな。ちょっとスピードが間に合うかいし。あー、オッケー、そっちね。まあ、一旦くさび生やしてくる。ちょっとこれ考えさせてください。まあ、取るんだけど、よし、レッツゴーです。これはこれトゥルラレッツゴーだよな、さすがに。でけえ、ここのトゥルラで、これコンボで、よいしょ。オッケーオッケー、引き強いな今日。でヒュプノスとトゥルラの動線になってて、似て飛ばしさえ耐えればフィールノとキリュール使った。さあ、ひろゆき使ってくる。いいひろゆきですけど痛い。いや、しかしこれイグナツから F3 アナンでぶっ飛ばします。よいしょ。で、これ次、ヒュープのその動線開くんでね。よいしょ。あ、よいしょ。よいしょ。よっけよっけ、買わずの後押しを待って。いや、意外と火力出せるな。意外とアグロデッキなのかもしれない、このデッキ。やれるもんなれてみ。やれるもんなれてみ。よし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 。まあ、イリリも仕事してくれたし、なんかいろんな駒引き落としたってのあるんですけど、まあ、総じているのはマジで引き強かった。マジで引き強い今日。
めっちゃ来てくれるトゥルラ、ありがとう。そうなんだよな、ヒプノスでキャリーするにはトゥルラ必要かけずですね。お前とフェイルナートが使えたのが本当に一番強かったんだけど、全然大丈夫、お前さえいてくれれば。よくいてくれた、ずっと俺のそばにいてくれトゥルラ。そういうことで4連勝です、無法制で。ちょ、バフリーダ来ないかな。バフリーダ来てなくても勝ててるけど、やっぱ来てくれた方がトゥルラってだな、トゥルラじゃない、ヒプノスだな。あー頼む、ボルトさん、バフリーダお願いします。あんた俺暗黒使ってたの覚えてるよ。暗黒でしょ、暗黒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 。ラニでもいい、神殴り。一番遠いとこ来た、やばいかこれ。しかも先行引いちゃった、終わった。いや初手ベルグレーでありがたいな、後半引いちゃうとこいつ発動しないんでね。いやただな、いやただ問題は火力足りるかどうかってのもあるんだけど、盤面も大事ってことで、正直あんま自信ないよ。だからお前コンボなくね。よし、一旦ウサギか、よいしょ。うーんオッケー、うん、俺引かれて、うーん、オーラ早めに引かれちゃったの本当に良くないんだけど、初手ベルト打ったあたりめっちゃ手ごまじごったそうなんだよね。あーほら A3C ラザードになったでしょ、これ手ごまじごってるな多分。あコンボ上がってないんだけど、そういうもんですか。よいしょ、いやだいぶ手ごまじごってそうだねこの感じ。初手ベルト打ってさ、そのオーラ引きからのなんか E3 とかじゃなくて A3 なんで、これもトップ引きじゃん。これはね、事故ってます、おそらく。付け入りたいです。おそらく事故ってます。さあ、これは、そこに敵そういえばアルト入ってまして、まあ、一旦ちょっとこれ買わず切るやん。ちょっとこのオーラスキル、後半使わなそうなんで。ヒプノスどこだそうかな。うーん、使ってきたか。ついにファネル。待って、お前、なんか意外と火力出すタイプのやつか。なんかホーリーとか入ってたんだけど。意外と火力出すっていう感じですか。いや分かんなくなってきたな。一応ペトラ打っといて、よいしょ。まさか耐久の癖して耐久と見せかけて普通にオセロニアしてくるタイプ、一番めんどくさいんだけど。一番めんどくせえ、お前ヒプノスって、お前それヒプノスってか何ペトラ、めんどくせえけど勝てない相手ではない、決して勝てない相手ではないです。じゃあもうそれで耐久じゃないって分かったんでね。よし、こっからは好きにやらせてもらうぜ。よいしょ、じゃあ一回好きにやらせてもらいますか。でアルト引けてるんで、うーんタイミング見てアルトは早めに張っちゃって良さそう。どうせ回復スキルあるんでね。ああこういう時でもこういう時あると打っちゃって良さそうだね。F5 がワンチャンあるな。どうしようかな。F5 じゃない。これ、じゃあ、そう。右ベックス打ってからの F5 があるんだけど、一旦こっち行って、F5 を足して、ヒュープコンボかな。ただ、自キャラが揃っとらん。肝心の。これ F4 当てる説あんの？もしかして。アンチヒール刺さる。うわ、どうなんだろう、これ。わかんなくなってきた。C6 当てて、行くのもありだけど、左ウェックス打つと？F4、盤面取るなら F4 当てなんですよ。けど、これ多分耐久じゃないんで、相手。いや、C6 にしますか。うん。火力だしいの。よし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 。ビーナ半端ねえ。ちゃんと火力出してくるんだよな、めんどくせえ。いやめんどくさいです、ちょっとちゃんと火力出してくるのめんどくさいです。うんでこういう時アなんですね。で右 F4 が若干シャバそう。
これ A2 かな、もしかして。いやでもシールアザードのヒールが、いやこれダブコンな形組んで取らせる方が良さそうですね。ただ果たして火力が足りるのか。そう、4650出したけども、果たして火力が足りるのか、果たして火力が足りるか。相手相当切ったよ。右狩りで、先行でしょ。18212100200の3100で、あ、いけそう。しゃあ勝ちです。ちょっとややこしいで聞いたんですけど、何度か勝てました。さよなら。 OK。 あれ2100じゃ、あ、そっか、今10ターン目だったんか。俺9ターン目だと思ってたよ。危な、ずっと右上の9って数字にとらわれてた。よし、ありがとう。しかしあれ、ヒップ勝てるぞ。まあ引き強いのはあるけど、あれ、いやでもデッキは強いね。とりあえずペトラもトゥルラもアナも強いんでね。デッキが強いっていうのは伝わったと思うんですけど、どうですかね。よいしょ。ゴキブリだと依存体だぞ。依存するな。テラフォーマーみたいな人間です。いいのかなと思います。ただね、ゴキブリにさ、1個最悪な機能をつけるとしたらさ、俺人に懐くみたいなさゴキブリにさ、最悪の機能1個つけるとしたら人に懐くじゃない。いっちゃん腹立たん。最悪だよ。見た目で人に懐かれたら困るっていうことで。いや、ちょ、待って、ショートベルグレーはえぐい。まあ、俺も今まで散々やってきたんですけど。じゃない。じゃあ、買って、よいしょ。喉の調子は良くないけど、駒の回り方の調子はいいってことで、ね、オイフェをしっかりしばきたいね。あー、オイフェで、あれだな、あれはないな。多分マイティとかだろうな。あるっつー。オイフェで踏み合わないっていう予測だったんですけど、まあ、分かんないけどね。しっかりマイティと。で、アナンをどこで投げるかだな。うん。で、毒穴とか入ってなさそうなんで、ここでアナン打つっていう説もなくはない。ぶっちゃけあり。アクアみたいなもんなんでね。容量で言うと。はい。うわー、悩むな。X ベルグレーで強いんかな。微妙くない？ちょ、アナ行っていいですか、自分。3000。OK、この時点で3000。で、コンボもある。シンプルにこれでいくわ。ちょっとプチアクアでいく。チャージの溜まってないかもいった。グノー入ってた。これはやらかした。マジかよ、グノーあんのかよ。それやられた。マジか。マジか。これまずいです。話変わりました。いや、穴打たんかったらよかった。X ベルグレーで打てばよかった。いや、でもこれ話変わったんじゃない。でも話が変わったせいです。こじれました。さ、しかも、ヤンドーラまで引かれて、ゲイズのバーも乗っかってみたいな感じ、ちょっとやめてください。あ、トゥールラ。いや、トゥールラ悪くないな。一旦これ次トゥールラ確実。あ、もう今日噛むな。確実に辺に置くために、こっち打ってから。トゥルラ打ちたいけど、 A3 打たれたらきついですね。やめてください。 A4 打ってください。 A3 はきつい。 A3 きついです。 OK、 A4 打ってくれました。しかし打たれるのはバフォメット、めっちゃきつい。いらっしゃいませ。まあ、トゥルラ打つしかないか。よいしょ。デバフ効いてるから、なんか2手耐えないかな。相手マリオデッキでしょ。なんか2手耐えてくんない。やろ。ちょ、エネポイズン強い。やめてー、それ紙デッキじゃそいつ使えないんです。やめてください、やめてください。ウンディ、あ、ウンディ引いた。マジ本当にウンディ引くんだ。こういう時って、こういう時ってウンディあんま引けないもんだと思ってたんだけど、ちゃんと引くんだね。ここが右下 X 耐えるしかねえ。頑張れ。やけどね、オイフェの、オイフェが火力アップしてくるんだ、これ。頑張れ。F2 の方が良かったかな。F2 の方が立つである。オイフェの火力一段階落とすっていう。OK？ え、待って、OK じゃない。お前、フリアヒールやんけ。あー、食べすぎ。ちょっと待って、フリアヒールしすぎ。
おいヒールしすぎだろそれ強すぎね。いやペトラ引いても無理だったかな今の。どうなんだろう。悔しい。いやまあそいつはしょうがないわ。立花派はいいな。まあちゃんといい駒入ってんな。ちゃんとウイフェ研究してんな。あーゴキブリされた。待てこれあれじゃん新キャラじゃん。やられた。いいなそれと思ってねえんだよ。新強駒のドロッセルが来たんですけど、まあ残念なことに負けましたと。いやでも5連勝までできたんでね。いやあれこれはねでも俺が悪いな。あのアナンがちょっと事故ったっすわ。グノー持ってたか。さグノー持たれてたのはしゃあないとして、そろそろバフリーダー来ません？俺一回もまだ見てないよ。え、だってこれ何戦やった今。5連勝して負けが2回くらい。来た来ました。おいでフェイルノードなしでやってやる。フェイルノードなし。あ、フェイルノードなしけど相手はフェイルノード入ってるんだよな皮肉なことに。しょうがないんだけどね。消化のフェイルノードがあまりにも強くてちょっとヒボの人の合わせがやばすぎるから規制されちゃったんですけど。任せろ。初手ジークってことは DTMX はありえない。ありえないっていうか、まあ、ほぼない。どうする。ジーク切ったのも熱いし、ジークプラスられてなかったのもでかい。あーラブショット。え、クラもこれもプラスないかも。4300か。ただこれあれだな、多分 S アタッカー2枚切るってことは俺のヒーボのその出番が来る前に火力を出すってのがやってる狙いですね。よし。オッケー。アタッカー多いな。変バフがないのかもしれない。ちょっと引き見ますよ。いらっしゃい。買わず。オッケー。ちょっと特殊ダメージ相手多めに切ったんで、HP 半分以下になってから買わずってじゃなくて、なんだっけ。未来、お前なんだ、トウヤか。トウヤでもありなんですけど、ディガンマじゃない、リンガタ、ディガンマ、ディガンマが実質、リンガタってきてね、いらっしゃいませ。イリエリー。まあ、ちょっと止めとくか。バイス打ってもちょっとカットされるんでね。せい。雷撃通れ、ナイス雷撃。カワザも通っちゃうっていうね。俺も忘れるなと。さあ、リンガット切ってからのこのタイミングで、トヤ張ることによって特殊ダメージ出すのをちょっと抑えさせて。で、ミューズは良くない。ミューズはまずい。デバフ効いてるとはいえ、ミューズはやめてください。やめてください。そいつは俺に聞く。そいつは俺に聞くな。いや、これワンチャンに行って飛ばしあるよ、これ。怖い。ある。相手 A さんアタッカーだからのあれであるんだよな。やろ。やばい。荒くやばい。荒くやばい。でも、デバフ効いてるよ、一応。一応デバフ効いてるけど。アナ引く。ちょっと待ってね。勝ち筋考えさせて。お前打った場合に2900食らうな。7300。アナン圏内入るな。これちょっとあんまり刺激しないようにしよう。シールドにします。あれです、あいつは負けです。フェイルノートは負けなんで、じゃあ頭から抜きます。刺激しすぎるとミューズが強くなるんで。ただこのデバフきつくね。デバフというかバフの量きつくね。1枚でも死にかねない。大丈夫。オッケー。さあ、シェム切ってきましたね。これで毒でいけるんじゃない？アナンの。コンボ2000毒。いけるそうだな。これアナン。そう、これ本来がね、ペトラとかだったらやりづらいところ、なんとアナンだったら毒ダメージ。毒でなんと上から、しばけるんですね。素晴らしい。よし、これは理想ムーブです。ありがとう。危ねえ。アラクミューズはちょっと怖いわ。で、しかもアラク採用ってことは枠的に多分さ、麦じゃなくてプティ採用だったと思うんだよな。プティ打たれてたら、てか引かれてたらやばかったかも。ってことで今日はねヒポロス使ったんだけども、ちょっとね喉枯れてるせいかあんまり声出せなくて、ちょっとあんまりテンション高くなったかもしれない。いやテンション高かったね。多分高かったと思う。ということで、良ければ高評価チャンネル登録お願いします。いやてかアナンが強いです本当に。まあ、正直でもバフォメットでもいい部分あるんだけど、ステータスとか含めてもね、やっぱアナンはね優秀ですね。うん、どのタイミングで引いても強いっていうのも個人的に好きなんで、
バホもありだし、アナも強いしってことで、まあ、好みなんですけど、もしくは、第三勢力、渦井天元。俺、渦井天元、京都打たれたんでね、実際。よかったら使ってみてください。ヒプロスね、まあ、一応、やれるっちゃやれるっすね。見てる感じ。対面不利、まあ、有利があんま少ないけど、振りすぎる相手もそんな来てない気がする。ということで、よかったら、ぜひ使ってください。じゃあ、お疲れ様でした。また次回しましょう。さよなら、バイバイ。